国再編決定、区設置等条例議決までの経緯。人口減少、少子高齢化を見据え、市民ニーズや社会の変化に対応し、将来にわたって浜松市が行政サービスを効率的、効果的に提供し続けるために、市議会行財政改革大都市制度調査特別委員会、 以下特別委員会で区再編は2011年に特別委員会が設置されて以来10年余り協議してきましたがこの動画では2019年の住民投票から2023年の区再編決定に至るまでの道のりを5つのパートに分けてたどります。 1. 住民投票から再編が必要と決定するまでの経緯です。7区を天竜区、浜北区、その他の5区の3区に再編することや、区の再編を平成33年1月1日までに行うことについて、市民の皆様の意思を直接確認するために、2019年、 4月7日に住民投票を実施しました。5月に市議会に特別委員会が設置され、区再編の協議が再開されました。特別委員会では、住民投票結果の分析として、再編を行うこと自体への賛否は、きっ抗する結果となったことを総括し、市議会と 市当局で共有しましまた2020年2月の特別委員会で自由民主党浜松から今後の協議に向けた区再編協議の工程の提案があり委員間討議による協議がスタートしましたさまざまな観点から協議が進められ 9月23日の特別委員会で、皇帝3-2、区再編のメリット、デメリットについての協議が終了し、区の再編が必要と結論づけられました。また、区の再編については、住民投票が実施され、市政の重要課題として協議を進めてきたことから、その決定については、 全議員が関わるべきとし、議会運営委員会に判断を委ねた結果、全議員による無記名投票により結論を出していくこととなりました。市議会全員協議会で区再編の必要性について、全議員による無記名投票が実施され、再編することが決定されました。 市議会での決定を受け、各区の区自治会連合会、区協議会へ住民投票以降の協議の主な経緯を説明しました。2、再編が必要と決定してから区割り案が内定するまでの経緯です。特別委員会で、 具体的な区再編案についての協議が進められ2021年2月に市議会の各会派から区割案のたたき台として2区案から5区案までの13案が示されました協議の結果区割案のたたき台は電流区を単独とする2から4区案と電流区を 各区と複合する2位から4区案の計6案となりました。区割り案のたたき台6案が決定したことから、2021年4月に各区の区自治会連合会、区協議会へ決定に至るまでの経緯を説明し、ご意見を伺いました。 翌月の特別委員会で2023年2月の市議会定例会における区設置等条例の議決に向けた協議スケジュールが決定されました。決められた協議スケジュールに基づき再編後のサービス提供体制、住民自治の姿等について地域拠点、 主要組織の方針、地域自治、地域づくりの4つの視点から項目ごとに認定作業を行い、クアリアンのた,たき台6案が比較検討されました。認定作業を経て8月の特別委員会では、過疎化や高齢化が進む天竜区については、社会インフラや 医療基盤が脆弱であり、災害の発生確率も高いことから、行政による特別な支援が必要と判断し、単独区とすることが決定されました。これにより、クアリアンの叩き台は、電流区を単独とする3案となりました。9月から10月にかけ、 各区の区自治会連合会、区協議会へ、区割り案の内定に向けた協議の経緯を中間報告し、区割り案の叩き台や再編後の行政サービス提供体制、住民自治の姿についてご意見を伺いました。特別委員会では、区の数を決定するため、区の数が 2区、3区、4区となった場合を想定し、各委員が25の条件項目を5段階で評価したものを5つの比較項目に落とし込み、レーダーチャートを作成しました。この評価結果や中間報告でいただいたご意見等を踏まえ、区の数は行財政改革及び 住民に身近な行政区の強化や地域特性への配慮を総合的に判断し、3区とすることが決定されました。はい、次に、区の線引きについては、当初の区割り案叩たたき台13案に含まれる3区案に立ち替えるとともに、国土縮図型といわれる本市の多様な地域特性や、 中間報告でいただいたご意見等を踏まえ、都心部が広がる沿岸部を含む地域である中区、東区、西区、南区、北区の一部を A 区、都心部の外間部にあたり、産業と自然環境に恵まれた内陸地域で、地政、歴史文化、農業、交通まちづくりに、 共通項目が多い北区の一部と浜北区をビーク広大な森林面積を有し地球温暖化対策や水源関与など多面的な役割を担う飼育のまとまりとすることで地域課題への対応や地域資源を活かした施策が期待できると結論づけられクアリアンが内定しました3 ク割リ案が内定してから決定するまでの経緯です。ク割リ案が内定したことから再編後のサービス提供体制、住民自治の姿と合わせ、区再編案としてパブリックコメントにより皆様からご意見を募集しました。パブリックコメントと合わせ、 各区の区自治会連合会、区協議会へ内定案を報告し、ご意見を伺いました。パブリックコメントや内定案報告でいただいたご意見を踏まえ、特別委員会で協議が行われ、区割案が決定しました。2019年5月の協議再開から区割案決定までには、 多くの協議が重ねられました。特別委員会における協議の詳細は、市議会ホームページをご覧ください。パブリックコメントでいただいた意見数は792件となり、結果及び市の考え方について、特別委員会への報告、協議が行われ、5月25日に、 意見と市の考え方を公表しました。4. 区割案決定後から区名の選定までの経緯です。区割案の決定を受け、浜松市行政区画等審議会に区再編における区域及び区の名称について諮問し、区域については特別委員会において、 協議が重ねられ、市民意見の聴取も丁寧に行われているという理由から、図の通り、3区とすることに意義なしと答申されました。区名の募集、決定方法については、市が特別委員会の指摘事項を踏まえ、未来志向の中で、新しい浜松として、融和、一体感の醸成を図っていくため、 どのような手法が最善かという観点から、区域の変更がない C 区、天竜区については募集せず、A 区と B 区については、現行区名を外して新たな名称を募集し、その後、区名候補をいくつかに絞り込み、区名アンケートを実施することが、行政区画等審議会で了承されました。 2022年7月から8月にかけ、区名候補を募集し、応募総数13,194件のうち、A 区の名称案に2,315案、B 区の名称案に2,400案の応募をいただきました。区名候補の選定にあたっては、観点丸一市民の意見、 意向の反映観点丸二、未来思考、一体感、協調、融和への配慮の二つの観点から5案に絞り込み、特別委員会の意見を踏まえ、応募件数上位2案を加えた7案が選定されました。2022年9月から10月にかけ、区名候補7案から、 一つを選んでいただく区名アンケートを実施し、52,755件のご応募をいただきました。区名アンケートの結果、A 区は中央区が1位で、居住区別集計でも全区で1位、年代別集計でもほとんどの年代で1位となりました。B 区は浜名区が1位で、居住区別、 年代別集計でも、ほとんど1位となりました。行政区画等審議会では、区名募集、区名アンケートの手順により、市民の意向を確認するとともに、特別委員会の意見を参考とした上で、委員の協議により、再編後の区の名称について、南側から、中央区、浜名区、 全粒区と答申されました。最後は5、区名を選定してから区再編決定に至るまでの経緯です。行政区画答申議会から答申があった区域や区名における区再編時の組織と条例改正の骨子について各区の区協議会に諮問し、すべての区協議会から 諮問内容について適切であると答申されました。令和5年2月22日に区再編に関する条例案が議決され、2024、令和6年1月1日に新たな区に移行することが決定しました。ご視聴ありがとうございました。